今日は、風景の中の桃畑の描き方をやってみたいと思います。途中までねこれ描いてる絵なんですけど、先週吉備寺不動機の丘で今年初めての写生会を行いました。桃がね綺麗に咲いていましたので、桃畑を描いてみようねっていうことで、デモンストレーションしたんですね。でそのデモンストレーション最初のうちだけなので、途中で終わってますよっていう感じなんです。かなり遠方にこの家が見えました。それを写真に撮って帰ったのがこちらですね。それから桃畑の方はこことここにあるんですけど、そのものではなくって、すぐ横にある桃畑の写真がこちらです。濃いピンクっていう感じになってました。でここにね、この家はだいぶ遠くにあるんですけど、その手前に小高い丘がこうあります。これは造山古墳、古墳ですね。で古墳のこちら側に段々畑があって、その一角が桃畑になっているっていう感じです。でこちらからの桃畑とこちらからの桃畑、段々がこちらに来るにつれて段々低くなって、この辺りは田んぼになってますよっていう感じにしてみようかなと思いますね。で今これ塗っている部分ですが、あらかじめ大体の雰囲気を色で描いておいたんですね。なので、薄付きですし、現場ではここまではやりましたよっていうことで、今から仕上げに入っていこうかなと思います。でマスキング液もねこうやって散らしてます。ただ現場でね適当にやったもんですから、この大きなこのプツプツもだいぶありますので、これはねちょっと早めに剥がしておこうかなと思いますね。あんまり大きいとちょっとそこがしらっとこう残っちゃいますのでね。それで、向こうの家なんですけど、これかやぶき屋根をトタンで覆ってます。で緑色をしてたんですけど、これは普通のね白っぽい、アルミのトタンっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。から隣に瓦屋根の長屋風なものがあって、左に普通のね今風の作りのお家があったんですけど、これはちょっとバランスを考えて、ちょっと低い納屋風の家がこの横にもちょっとありましたよっていうふうにしようかなと思います。このかやぶき屋根の後ろ側に、桜の大木があって咲いていましたよっていう、ことにします。この絵の左手に吉備寺国分寺っていうのがあって、そこに桜がたくさん咲いていましたので、それをちょっとこの辺りに移植しましたみたいな、そんな感じですね。それから広葉樹は、これ何の広葉樹かちょっとはっきりしないんですけど、まだこれから葉っぱが展開しますよっていうことで、結構幹がね白っぽくこう映り込んでいるわけです。こういう白っぽい幹も感じがいいので、少しねここにマスキング液で描いております。だからこの後ろの方の木は赤松林っていう感じなんです。常緑樹っていうことになりますね。カシとかシイとかそういう常緑樹の可能性も高いんですけど、これは松なんですけど、こちらはちょっとわからないので、そこは適当にっていう感じにしたいと思います。ちょっとねピンクを濃くしていこうと思います。ここにうっすらピンクを差し込んで、ピンクといっても赤紫なんですけど、なんとなくそれらしい雰囲気にしているわけです。畑の桃っていうのはこう木が上上伸びないように剪定をしているわけですね。で横へ横へこう3本立てぐらいでこう広がらしているっていうことで、独特な樹形になっています。下の方は黒々とした幹が見えているんですが、上の方のね開いた桃の枝先っていうのは後ろの小暗い山から見てポツ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 こう残っている、白く残っているところが桃が咲いているんだねっていう、こうそういう感じになると思います。濃いピンクっていうのはこの桃畑のこの下の方ですよね。太い幹があるあたりに持ってきます。そして上の方はちょっと白っぽく、しかもプツプツっていう感じにしたいと思います。
で今日の菓子なんですが、ホワイトワトソンですね。まあ、5F サイズぐらいです。そして絵の具ですが、ホルベインですね。オペラ、クリムソンレーキ、ガーボンジーノーバ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、バントアンバ、8色ですね。現場へ持って行って使ったものをそのままね、ここへ広げています。下の方ですよね、濃いピンクのところにちょっと色を置こうかなと思います。ピンクっていうことで、オペラでいいわけなんですけど、これではあまりにも鮮やかすぎるわけです。なのでこれにちょっとだけクリムソンを入れますね。で少しね、今日はガーボンジュ入れてみたいと思います。こんな感じ、少し橙色っぽい感じになりますよね。でこれをこの下に持ってきます。こんな感じですね。もうすでに赤紫がもう入っていますので、その上にポロポロ持っていったっていう感じになります。でこれを、しっかり水筆で前後に伸ばしますね。はい。でちょっとだけね、ここにオペラだけ、オペラの純色を、ポツポツと足していってみますね。少し下の方の小暗い感じと、中間のピンクのかなり激しいピンクの部分とっていう感じです。でこれをさらに水筆でぼかします。そしてティッシュでしっかりね取ってください。際がね、こう際の筋目がこうあまり立たないように取っていきます。そして棚田状になっていますので、こういう糊面が見えるわけです。水平面は、目線、あるいは目線より上にあるのところが多いので、見えない。したがって糊面だけが見えるよっていうことになるわけです。で糊面っていうのは水平面より暗いよっていうことで、一般的にはそう言えると思いますので、ちょっとね暗い緑を作りたいと思います。サップグリーン、セルリアン、そしてバントアンバーですね。ちょっとね、あんまり緑効かさないで、ちょっと茶色っぽい感じにしようかなと思いますね。まだそんなに緑が生い茂って新緑の香ですよっていうのにはちょっとまだ早いっていう季節感ですよね。そしてこれにさらにレモンイエローですね。レモンイエローを、少し多めに溶いてここにつなげていきます。要するにね、微妙に黄色がこう入ってくると、実に春らしい感じになるわけです。例えばね、菜の花畑があってそこにしっかり黄色がありましたっていうのもいいんですけど、今回は桃をメインに描こうかなと思いますので、あえて菜の花畑っていうんじゃなくて、あぜとかね、のり面、あぜののり面にほのかに黄色を感じましたよっていう、そんな感じですね。はい、これもねちゃんと始末をしておきます。で、これがね乾くまでちょっと触れないので他へ回ってみたいと思います。で、ここなんですが、造り山古墳ということで小高いこう小山になってます。でそこをこう段々に切っていますが、そこにある程度植栽は、木を植えてはいるんですけど、そんなにびっちりと植わってるわけではない。したがって山肌に木の影がこう投影してるんですね。つまり山肌っていうのが、むき出しの土っていうんじゃなくって、下草が生えてますよ。でその下草にところどころに植栽している木の影が投影していましたよ、そんな感じなんですね。ほぼほぼ、緑っぽい茶色、明るい、茶色って言いますかね、これをこの段に沿ってこういうふうにつけていこうかなと思います。
まあ、これもね、枝やなんやかんやがありますので、必ずしもこんな風に一本スカッとこう見えるわけではないんですが、まあ、その段の感じをこれで、出せるんじゃないかなって思いますね。そして今度はこっちへ回り込みますよ。で、一応ここに桜がありますよっていうことにしたので、桜の後ろの木、これはまあ松だったり、たまにはヒノキだったり、牧の木とかね、そういうこうちょっとこうシルエットの違う木がこうあるわけですけど、さらにこの向こうに、まあ、小高い丘が連なっていましたよっていうことにしたいと思います。まあそんなに遠方の山ではないので、ある程度まあ緑っぽい色が欲しいので、これにちょっとね、コバルトブルーとバンタンバを混ぜて青っぽい緑、くすんだ緑にしますね。で、これを、まあ、このこっからじわじわとこう下げてこようかなと思いますね。ここの向こうを通って、まあ、この辺りに来たんじゃないんですかみたいな感じにしようかなと思います。そんなに遥か彼方の遠い山ではないので、稜線に植わってる木のこう凸凹がまあ見えるわけですよね。それをちょっとだけこう筆先で描いていくっていうことで、まあ、近回りに見えるっていうことになるわけです。ね、これちょっとここで途切れさずにね、横へちょっと手前の木のこの感じを広げておこうかなと思いますね。ここにまあ納屋がありましたよっていう、そんな感じにしておこうと思います。今度はちょっとこの家に入っていこうかなと思いますね。で、屋根っていうのは基本的に上からの光で白いわけです。白っぽいわけですね。で、一番暗いのはこの軒下が暗いよっていうことになります。ただ、こちらの家も藁葺き屋根の下のこの壁も、まあ、白い壁っていうことなので、軒の直下ですね、軒がぐっと引っ込んでいるところだけをちょっと暗くしてみようかなと思いますね。ここの瓦屋根のこの立ち上がりが暗いっていうことになりますので、本当に暗いと見えるっていうところだけを暗くしていこうと思いますね。まあ灰色っていうことで、バントアンバーとセルリアンっていうことでやってみますね。これ現地である程度は書いているんですけど、きちんと描けていないので、もう少し雰囲気を出しておこうかなと思いますね。で、窓なんかもね、ちょっとかなり暗くこう見えますので、そういう暗いところにね、色を置いていってください。で、藁葺きとかこういう、まあ、トタンでこう囲んではいるんですけど、かなり厚みがあります。なので、屋根のこの膨らみを屋根のこの下の部分の暗さで、まあ、表現するよっていうことになります。で、ここにね、瓦がまた載せてるわけですね、二重にね。そうすると、その瓦の一番下側、軒先の、下がこうまた暗くなってますよっていうことになりますね。で、まあこちらの納屋はね、ちょっと遠方にあるのを引きずってきたので、まあこの写真にももちろん載ってませんし、まあちょっとある程度想像でっていうことになるかなと思いますね。まあここに見える、ここの段々畑ですよね。これをもうちょっとはっきり段々にしたいかなと思います。で、まあ、明るい茶色でちょっとやってみますね。これはだから糊面を描いてるよっていうことになります。で、こちらの造山古墳のこの、斜面です。これの向こう側に回り込んでますっていうことですので、この斜面のこのラインまでが見えてますっていうことになります。したがって、この斜面は別口手前になるっていうことになりますね。
で、ここがずっと段々畑で降りてくるわけです。この段々畑を描くことによってちょっと暗くしますよ、色を。この桃の上のこのプツプツとなったところが出てくるっていうことになるわけです。で、ここはある程度ちょっとこうでこぼこでこぼこ、しかもちょっとプツプツみたいな、そんなようなことをここでやっておかないといけませんよっていう話になりますよね。段々畑のまっすぐな線と、その段々畑の、桃畑を通して見えてるプツプツ感と両方まあ描いていくっていうことになるわけですね。今度こっちになりますね。こっちは造山古墳の、斜面に作っている段々畑っていうことになりますので、まあ、下草が生えてましたよっていうことでここを作っていきますね。で、ここに段々がこうありましたよ。で、これが糊面ですよっていうことになります。で、その糊面の影が、桃越しに見えましたっていうことです。同じこの糊面の色が桃の中にポツポツ入っていくみたいなことになるわけですね。で、ここもあらあら乾いてますのでね、ここにもちょっとね、糊面の段差をね、つけておこうかなと思いますね。どの程度こうプツプツしたらいいのかなっていうのがね、あんまり近いところにある桃ではない、かなり遠方にありますので、まあ、ちょっと大雑把にやった方がいいんじゃないかなと思いますね。そして、まあ、これがちょっと乾くまでこれはちょっと触れないので、この斜面の向こう側の段々畑をこうずっと降りてきた道が、この斜面の手前にずっとこういうふうにつながってましたよみたいな、そんな感じにしようかなと思います。で、道も上の方は結局空から見ない限りははっきり見えないわけですね。わずかに道の白い、まあ、例えば砂利道だったらこうそこが光って白っぽく見えてましたみたいなことになるわけです。そういうのがちらちらっとこうこちらから見てると、まあ、見えたんですっていう感じで、まあ、道なんだろうなってこう思うわけですね。で、降りてくると、まあ、かなり広くなって、道として、まあ、認識できますよっていうことで。ただ全部はまあ見えないわけです、いずれにしてもね。で、こちらに、持ってきますね、この道をね。そうすると、まあ、この糊面が、まあ、例えばここまででしたよ。そうするとここのこの角ですよね。この角まではこのもう一段糊面がありました。だけどそっからあとは平地になっていて、まあ、今の時期ですからね、田んぼの畝を起こしていましたよっていうことで、例えばこんな風にね、まあ、自分のこう目線がここを中心にあるとするならば、このように放射状に見えるっていう可能性が高いっていうことになりますね。まあ、実際にね、これが見えてたらよかったんですけど、手前にいろいろありまして、まあ、見えてなかったわけですね。なのでここはちょっとね、想像で描いています。で、そうすると手前の方はね、田起こしをした田んぼの土の色っていうことでいいんじゃないかなと思いますね。で、もう下の方ですからね、あんまり細かいことは言わない。まあ、そんな感じだったんですよぐらいのことでいいんじゃないでしょうかね。ここなんですが、まあ、ここに糊面があって、ここもね、一応そのこの田んぼと同じようにすき起こした地面が見えてました。だけども明らかにこう道のこっちと道の向こうで分かれていましたよっていうことなので、まあ、少し色を変え、
そして、田起こしの畝の向きですね。畝の向きも変えるっていうことで、変化ができますよね。全部同じにしちゃうと、なんだか放射状にね、線がずっと出ていましたよ。だけど終わってしまいますのでね。で、今度はね、これに回っていきますね。こちらを見ていただくとわかるんですけど、まだ芽吹いてない雑木、多分コナラとかね、アベマキとか、そういう落葉広葉樹で、その後ろに、松があったり、杉とかヒノキもポツポツあるんじゃないかなと思います。こうやって白抜きをしている、これが雑木ですよ。で、後ろにちょっと小ぐらいね、常緑樹がありましたよっていうことで、描いていこうかなと思います。で、後ろの常緑樹なんですが、ちょっとやっぱりね、青みを帯びさして、少し小ぐらい感じにしたいかなと思いますので、コバルト、バンターンバ、サップグリーンですね。一番大切なのは手前の広葉樹、落葉広葉樹の樹形を出すっていうことです。で、何本もあるわけで、そんなに1本スクッと立ってるわけではないんで、はっきりと分かりませんっていうことにはなるんですが、あらあらこう書きますね。でっかいのが1本、2本、3本ぐらいで、あとちっちゃいのがありますよっていうことで、あらあら書きます。で、ここから後ろの松なり杉なりがこう出てましたっていうことになるわけです。手前の落葉広葉樹の中にもそれが透けて見えるわけですね。まだ葉っぱが展開していないので、細かい枝なんかもありますから、ある程度塊として見えるんだけども、だからといって後ろの木の色が全然見えないわけじゃないよっていうことになりますので、こうやってポツポツ入れておきます。ね、そうやってポツポツ入れておいて、上の方は、ここは松でした。松の樹形。ここはヒノキでした。ヒノキの樹形っていうふうに作っていきます。ね。多分ね、ここもコナラとかアベマキとかね、そんな感じのものなのかなっていう気がしますね。で、ここなんですね。これはこのうちたちはこっちの造山古墳の稜線よりもだいぶ向こうにあるわけです。そうすると、これとこれが密着するとちょっとまずいっていうことになりますので、ここに少しね、低い常緑樹のこう木をちょっとこの稜線に生やしておきますね。例えば椿でしたよとかね、そんな感じになります。そうすると、手前の稜線に生えてる木、そしてこっから向こうは、このお家の向こうにあった木のシルエットなんですね。で、区別がつきますよね。で、だいぶね、桃が乾いてきましたので、これに幹をね、入れていきたいと思いますね。桃の幹なんですけど、結構黒々と見えます。で、剪定していますから、すごくこう変わった樹形になっているんですね。で、これをそのまんまね、絵にしちゃうと、ちょっとちょっと不思議な形ですねみたいになるので、あまり忠実に再現するっていうことではなくって、比較的低い樹形で横へ横へこう出していたんですっていうことが分かれば、それでいいのかなと思います。一列なわけではない。例えば2列に植わってましたっていうことだと思いますので、そういう感じも入れようかなと思いますね。手前の列の木、その後ろにもう1列ちらちらと見えましたみたいなことですよね。長いね、3本仕立てだったと
しますと、太い枝がまあ3本ぐらい横横へこう出ているわけです。で、そのまんま描いちゃうとちょっとね、なんかかなり不自然な感じがしますので、まあ、そこはね、ちょっとご自分で、まあ、このくらいだったらそんなに不自然でなくって、まあ、感じがいいんじゃないですかっていうところ辺で、まあ、収めるっていうことですよね。で、ちょっとね、不規則に例えば2列になってましたよとか3列になってましたよとかいうのがまた見えてくるっていうことになりますね。で、上の方の枝もね、ちょっとこういうふうに、まあ、出ていますので、要するに上の方は花がまあついてはいるんですけど、下ほど密集していないので、まあ、枝がちょっと見えたりするわけですね。そういう枝先の感じもちょっと入れられるといいんじゃないかなと思いますね。で、枝を描くときに必ず、つなげるっていうことです。こういうふうにポンポンポンと離して描いてしまうと、なんだか散らかってる感じがします。なので、ある程度こう見えるところはちゃんと見えてましたよっていうことで、つなげて描くようにしてください。空ですね。空もちょっとだけね、色をつけておこうかなと思います。薄い青でもいいんですけど、まあ、春らしい感じにしたいので、ちょっとね、黄色っぽい色でちょっと今日は入れてみようかなと思いますね。こんな色の空、まあ黄砂じゃないんですけどね、黄砂が来てて黄色っぽく見えましたっていうつもりはありませんが、少し春霞のかかったようなね、そういうのもいいんじゃないかなと思います。いつもいつもね、真っ青な空でないといけないんですっていうことはないですよね。今できることをやっておきますね。じゃあ、ここの落葉広葉樹です。まあ、小枝が実にいっぱいあるわけですね。で、全体としては、ちょっと赤みを帯びた灰色っぽい、そんな色なんです。で、それをじゃあ手で全部描くんですかっていうと、なかなかもうちょっと無理がありますので、スパッタリングでね、やってみようと思います。薄い赤紫ですね。少し濁った赤紫です。これをスパッタリングしていきますね。で、さらにこれにちょっとだけバンタンバを入れて、もうちょっと茶色っぽくします。これもさらにね、スパッタリングをしていきます。で、これが乾かないうちに、この細いね、長い筆で、こっから小枝を引きずり出します。まあ、引きずり出すって言っても、チュ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 ね、こうやってこう、なんて言うんでしょう、切る感じ。プツプツがね、いっぱいの今作りましたので、プツプツがまああるわけです。まだそれが濡れているわけですね。それをこれで切っていくっていう感じで、小枝の雰囲気を出すっていうことになります。で、まあ小枝はこれでいいんですが、他の方の太い幹、まあ、白く抜いている部分ももちろんあるんですが、ただ白っぽいだけじゃなくって、当然ね、暗い太い幹も、まあ、見えるわけです。なので、そういうのも、書いとかないといけないよねっていうことになりますよね。少しずつね、色を変えていってください。全部同じ色でいかない。白っぽい部分もあれば、すごく暗い部分もあるし、あるいは中間色もありましたよっていうような、そんな感じですね。
それからここの桜の色なんですが、必ずしもソメイヨシノじゃなくていいわけですね。少し赤紫っぽい山桜系統の色でも構わないよっていうことになりますので、クリムソンとセルリアンで、少しね、赤紫を作りました。これにこちらの濁った色を少し混ぜて、かなり濁った色にしました。これを、一番下に持ってきますね。この際です。そして水筆で、上に向かって、しっかり伸ばしてください。ね、で、こっちはね、桜じゃなくって、広葉樹のね、葉っぱがこれから展開していく直前の感じですよということで、この濁った色にさらにレモンイエローを入れます。で、こんな感じなんです。で、これもしっかり水筆でぼかしといてください。ここら辺ですね、この道のこうぐぐっと道が曲がるところなんかにちょっとくぼみがあったりして、そこがこう暗くなってるんですね。そういう暗いところを、実際の風景を見ながら本当は入れていかなきゃいけないんですけど、それがなかなか難しい。現場でね、その写真をちゃんと撮っとけばいいんですけど、撮りきれませんでしたっていうことも、まあまああるわけです。まあこんな感じだったんでしょうねっていうことで、やっていくっていうことになります。こんな感じですかね。ここもね、ここもちょっとこういうふうにね、少しくぼんでいましたよっていうことでね。から、ここのね、家が建っている、この直下の土手って言いますかね。ここは石垣で補強してあったりしますので、少しそういうちょっと違う色を、濃いめの色を入れてもいいのかなっていう気がしますね。からここの、稜線が始まるところです。ここなんかはね、ちょっとね、レモンイエローを少し入れとくと、こっから小山の斜面ですっていう感じがちょっと出るんじゃないかなと思いますね。ここの棚田のこの感じ、ところどころにこうのり面でもこう暗いのり面が見えるんです。そういうのをね、ちょっとこう入れていただくと、本当らしいかなっていう気がしますね。コンクリートの壁とかいうんではないので、かなりこう自然な感じを筆のこの運びで作るみたいなね、そういうことが必要かなと思います。当然ね、桃の木の影も投影しますので、ちょっとね、桃の木の直下っていうのはちょっと小暗く見えましたよみたいなのがあってもいいと思いますね。からこの畝起こしをした田んぼの向こう平もちょっとね、こんな風にちょっと小暗く、ボコッとね、小暗く見えてましたみたいなのが欲しいかなと思います。これは白壁でいいんですけども、屋根の色がね、全くの真っ白だとちょっとまずいわけです。で、少しね、灰色っぽい色でいいんじゃないかなと思いますので、バントアンバーと、セルリアンぐらいで灰色っぽい色を作りますね。で、まだちょっと濡れていますので、間ちょっと開けておきますけどもね、こうやって入れます。じゃあここで一旦乾かしますね。それじゃあね、乾きましたので、マスキング液を取っていきたいと思います。で、今日の紙はね、ホワイトワトソンなので、結構修正が効くわけです。なのでね、こう気楽に書けるかなっていう感じもしますよね。
で、もうついでにね、残ってる鉛筆の線も一緒に消していってます。でホワイトワトソンは結構ねこうやって一旦色がついてるところの鉛筆の線も、まあ、消えるので気分的に楽な紙ですよね。はい、もうちょっとですね、手で触ってね確かめてください。しっかりね残らないように取っときましょうね。綺麗になりました。あともう仕上げになってきます。まあ、かなりね大雑把に色を置いてますので、細かい作業でね少し現実味を増やしていくっていうそんな感じですよね。で、この影がこちらからにしてましたので、まあ、光はこういうふうに差してきましたよっていうことになります。なのでここのアルミの、そのカバーしてる屋根ですよね、まあ、灰色でいいと思いますね。ここから、こちら側に向かって多分影ができるだろうなっていうことですよね。なので、ちょっとだけこうやって影をつけておきますね。ここですね、もうちょっとこれね明るくしたいのでここは少しね取っときますね。あまりにもちょっと色がつきすぎちゃったのでね、瓦屋根の一部っていうことになります。からこれも少し薄くしときますね。でそれからここのね手前の林の稜線と、まあ、山のこの斜面が一緒くたになってますので整理しとこうかなと思いますね。手前の木をね少し幹を入れて向こうの山の稜線とは明らかに遠近感が違いますよっていうことでやっていこうかなと思います。でここらあたりから、木がねこうまあところどころでこう見えるよっていうことです。常緑樹であっても、まあ何ぼかはこう木がね見え隠れにするっていうことです。枝自体は見えなくても枝についてる葉っぱのシルエットとして見えますよっていうことも当然あるわけなので、まあ、そういうのを込み込みで描くっていうことですよね。ここもですね、これも必ずしも幹は見えていないんだけども幹に沿って、小ぐらい凸凹が見えてますよっていうそんな感じ、ね、で少し青みを増やしますね。ちょっと茶色が入りすぎたような気がしますので、ちょっと青みを増やしとこうかなと思います。まあ、この桜のシルエットがちょっとはっきりしませんのでもうちょっとねここら辺です。この後ろの暗めの色で手前の桜の樹形がはっきりちょっと見えてますよっていうことですね。このちょっと小ぐらい中からしっかりね裸木の小枝太い幹から小枝がしっかり出てんですっていうのが細い枝の集まりですよっていうようなそんな感じ出るといいんじゃないかなって思いますね。だからこの辺もねただ白く抜いただけじゃなくって、暗く見える枝の塊感っていうのが欲しいですよね。で当然ねこっちが手前でこれはもう随分奥になりますのでだからこっちの枝ぶりを先にここに描いとくべきかなと思います。ここですよね。こっちから出ている木の枝ぶりによって向こうが遮られていますっていうことが正解ですのでこっちを優先しといてください。赤松の林っていうことで赤松のその樹形が
こんな感じでしたっていうんでいいんじゃないでしょうかね。もうちょっと書いておきますね、松のね。それから、マスキングのね、スパッタリングをしといたんです。これがあまりにもちょっと大きいとちょっとまずいので、ここの上にさらにこうやって、枝がね出ている雰囲気を少しここ作っときますね。ここなんかはこうあぜがちょっとね見え隠れっていうことで、こうなんですね。1階の屋根が前の土手によって見え隠れしてるよっていう感じです。なので1階の屋根もちょっとここにね書いておきますね。この1階のこの部分がチラチラもう見えてますっていう話なんですけど、まあほぼほぼこう土手に遮られてますよっていうことですね。はい、そしてねちょっと気になるのが、まあ、ここをですね白く抜いた枝の中にもこのようにね枝を作っていきます。まあ、光が当たってこうまだらに白っぽく見えてるんですよっていうことで残すのはいいんですけど、そのまんまもろに残してしまうとちょっとやっぱりちょっと不自然じゃないですかみたいな感じになりますので、ある程度はねこう変えていかないといけないかなと思います。ちょっとね細長いシルエットになりすぎていますので、まあ、横へこう張った枝もちょっと書き加えて、まあ、紅葉落葉広葉樹のこう横へ広がった感じを少しね足してみてください。横広がり横広がりで、ちょっと奥まったところはねやっぱりちょっと暗い色も入れて、針葉樹の暗い色が透けて見えていますよっていう感じが欲しいかなと思いますね。まあ、非常に細いわけで、そのまともに考えるとちょっとこう書けないわけです。非常に遠目に見てるわけなんでね。なので、まあ、それらしく雰囲気だけを出すっていうことになりますね。もうねちょっとねこうシュ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 ッとこう入れておきますよ。から1階の屋根のシュ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 ですね。これちょっとね小暗すぎますので少しね明るくしておきますね。で、まあ、シュ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 ッと、まあ、不規則にねやってください。からこの桜の木がまだでしたね。この桜の木もねまあ、この桜の木っていうのも横へ横へこう張っていく木ですので、種の幹っていうのがあんまりない、2本3本にこう分かれてずっと扇状に広がっていくよっていう感じですから、見えるところはしっかり描く。で見えないところはまあ花がいっぱいついてたので見えませんでしたっていうことで抜いておくっていうことですよね。ここの畝起こししたところですよね。稲のね株切り株のがちょろっと残ってましたよとか、まあ、そんな感じをちょこっとこう入れとかれるといいのかなって思いますね。畝起こししたところから早くもね草がこう燃え出していますよとか、綺麗なね色でもいいんですけども、あんまり綺麗な色がこう端の方にあるとちょっとね邪魔になるわけですね。茶色っぽい色でこうプツプツガサガサのその感じをね少し入れておこうかなと思います。はい、一応ねこれでね完成にしたいと思います。あ、サインを入れないといけませんね。ここは一応サイン入れますよ。はい、ここですね。
完成です。